どうも皆さん元気してますすかいわくでーす今日は俺が17ぐらいの時かなで渋谷で、まあ、めっちゃ、まあ、合法トラック買えたりあとその時期ぐらいに、まあ、他にも処方されてあるさ何だろうお医者さんでもらえる 薬だったりとかあと処方されてるものとかでもなんか飛ぶっていう噂のあるのとか試したことがあってでその話していこうかなって思うんだけどまずね前にも死にかけた後方トラックっていうので渋谷の土店で買ったっていう話したんだけどもう前はね渋谷はねいいっぱい売っぱ売てたたよ簡単に買えたまず。船体外入ってね すぐちょっっとと行ったところかなマックまでは行かないんだけどの手前ら辺の路地にもう合法やってなんかもう看板が出てるやつがあってさでそこの地下降りてったらそのブラックライトみたいなのですごい怪しい感じのでなんか一生ケースかなガラスケースの中にいっぱい合法ドラッグがあったお店があってさそこテレビでも。 なんか取り上げられて,てで有名なところでさで俺一回そこを描いてでリキッドあの液状のやつで多分ねどういう飛びだったんだろうな幻覚見えるやつだったのかなあんまり覚えてないんだけどそこら辺でそこで書いてでカプセルが売ってあるんだよなんかそれで直で飲むと苦いっていうのでそのカプセルそれに入れるようなやつも売ってあってさ それで買ってでいつもやってるメンツに買ってきたっつってでやったんだけどさカプセル入れて飲んでで俺二酸セルね飲んだけど全然決まんなかったんだよなその時ねなんか小中学校かなどっか私立の中学校のなんか校庭のなんか休めるところを忍び込んでさみんなででなんか俺ラジカセ持って,ってって音楽かけながらやってたんだけど全然決まんなかったん俺。 で俺のなんか先輩はねなんか変な風に見えてきたとかしてたんだけど俺は全くだったから、うん、なんかそれ以降買わなかったよねそこでは、うん、だからすげえ俺的には全くつまんなかったちょっと頭がポーってすんなぐらいだったから、うん、だから当たり外れはねその当時でも全然あったしもしかしたら俺のマインドがなんか微妙な感じだったからかなりその影響されるからさもし幻覚の。 あれ系だったらねだからそれをそうだったのかなって思ったんだけどで他にね違う店でそれもセンター街なんだけどだから今もセンター街って結構やばかったよね <laughs> 露店でもね俺が買ったっていうのもあったからでパイプ吸うパイプだったりとかお香 普通のなんか売ってるドンキで売ってるようなやつじゃないようなお香すごいなんか太くてでちょっと高いんだけどいい匂いするお香とかあとそこに売ってあったのがラッシュも売ってたんだよねで俺ラッシュはねやんなかったんだけどなんかほんと数十秒とかだけどふわーってなってすげえ感覚になるみたいなやつなんだけどなんか性行為に使われるなんかラブトラックの走りみたいなのを見たことあるけど俺はまあ体験したことないから。 まあわかんんないんだけど詳しくはだけどなんかすごい興奮するんだって性的興奮に似たようなねだからまあ好きな人は好きだったし俺の先輩はまあやったことあるって言ってたけど、うん、で他にねなんかサルビアも売ってたんだよねそこオンエアあやべえっちったまあ、いいやもうねえしあそこ <laughs> もうサルビアも売ってあってさでそれはねなんか俺が前に「5MEO」 もうっていう死にかけた候補ドラックって時に話した時に載ってたのはサルビアも載っててそれはすごい幻覚作用があるって話だったね書いてあるのではで俺はなんかそ,それに書いてあるのは苦手って書いてあったその人はね俺はちょっとこれはもう苦手だっつって幻聴とか色々あれ聞こえるらしいんだけどねで結構強いらしいその雑誌に俺が見たやつで書いてたのはねっ だけど、まあ俺はサルビアもまやんなくてさ、そうだからすごい、なんだろうな、本当、摘発前だったんだろうねすごい全盛期の頃だったんだと思う、俺がそういう買い行った時だから、めっちゃ規制厳しくなったなと思う、やばいやつがいっぱい出てきちゃって。で、他にちょっとその先、また行って、ホテル街に入る坂があるんだよ、センター街、ちょっと行くとね、結構奥まで行くと。 でそこの途中にもハーブが売ってる店があってさでこういうなんだろうなアル,アルミっていうかなんかパケパケじゃねえな,なもっと太い銀のやつにちゃんと包装されてあるやつでまあ安いんだけど23000円とかのやつでで俺買ったんだけどもうあれはね葉っぱただ単に吸ってるだけだったねもうふざけんなよとか思ったなんなんこれとかマジ金の無駄だしって思った。 でその後にに脱ポハーブが流行ってたね俺の時はまだその何年か前でで俺の友達がね脱ポハーブやってたやつがいてさで話聞いたら結構危ないねあれなんかアラジンっていうやつがあったんだってなんか渋谷に店があったらしくてさそれも俺のその友達が帰って一番やばいの何ですかって って言ったら「アラチン」って言って出してきてでそれで先輩と車で行ってたやってたんだってその先輩が運転でそいつが助手席乗っててでやった瞬間にもううわーってきてそいつケボ入っちゃったんだってそんぐらいやばいんだって「でやべやばいっすこれ」っつって先輩見たら先輩も運転しながらケボ入ってたらしい <laughs> だからかなり脱法ハーブは危ないだってあれ事件なったっしょ確か大阪だっけ なんかその車でさ暴走しちゃったりとか,、うん、だからあれ相当危ない度,度合いでいったらタッポーハーブがもしかしたら人体に対する悪影響っていうか危ないものとしては一番だったかもしれない、うん、そんぐらい変なの多かったと思うよしかもめっちゃ流行っちゃったからかもね、うん、で他にね赤玉っていうやつ その同じ友達なんだけどアラジンってやつやった友達が赤玉もやっててさで俺も赤玉やったことあるんだけど精神安定剤だから普段普通にふわふわするだけなんだよねあんまそんなに俺的にすげえ強いとかまあハマんねえだろうなみたいな感じだったんだけどその酒と飲むと超やばいんだってで 俺は一緒飲んだことないから分かんないんだけど俺のそのアラジンやったその友達は赤玉と酒やると記憶がなくなるんだってなんか何やってたかとかそれで一回ヤバかってことがあってその赤玉食ってさ酒飲んでたんだってで夏で海の上ででその先輩と一緒に遊んでて で気づいたら、なんかヤクザがめっちゃ切れてんだって、自分に。おめえ、俺の財布取っただろう、みたいな。ここに置いてあったんだよ、みたいな。てめえ、俺、お前、俺の財布どっか知らねえか、みたいな。凄まれててで、いきなりそれになったから意味わかんないじゃん、俺の友達。いや、知らねえよ、みたいな。しらっきってたんだって、マジで知らないし。それで、そうやって揉めてんじゃん、まだ相手とかも疑ってるし。それで、ポケット触ったら、知らねえ財布があったらしいよ <laughs>。 <laughs> パクってたんだよね、俺の友達気づかない間にやばいよね。うん、だけど、その時は多分こう見せろとかつまり俺の友達も本当に持ってないと思ってたからガチで言ってたから平気だったんだけど見つかってたらパンパンだったよね。<laughs> <laughs> よかったよね。うん、そんぐらいぶっ飛んじゃうらしい若玉。それに 赤玉やっちゃうとそれ癖になっちゃって嫌な時すぐ食っちゃったりとかしてで逆にそれがないと不安になっちゃったりとかでなんか鬱っぽくなっちゃうやつとかも多分いたからよくないねそれでもう禁止になった赤玉はうんめっちゃ持ってる子とかもいたからねうんで他にリタリンっていうのもその処方箋ドラッグで有名なやつでさで俺の友達がね その時21かな俺,俺らがなんかミクシーでなんかリタリンのこの1錠1錠とてい瓶ビオフェルミンのさ瓶みたいなやつあんじゃんちっちゃいやつそれなんかパンパンのやつ売ってもらったとか言ってミクシーであったやつにそれでなんか呼ばれてちょっとやろうぜって言われたから居酒屋集まって俺と友達でそのリタリン1個ずつ食ってたのなんか酒飲みながらでいい一発食うじゃんそうすると ちょっとの気分がはっはってなんかそわってすんのねであ来たかもしんねえって思うじゃんだけどもう全然あれみたいな気のせいかなって2人で言って,てじゃ2個目食おうぜっつって2個目食ってまたそわってすんのでえ何これみたいなこれだけなのかなっつって俺ら結局10発ぐらい食ったよだけどもう10発とか食ったらもう全然そわもしなくてでしょぼいくせにさその 落ちるるっていうか微妙なな感じになるのはね何気にでかくて、えー、なんかすげえ気分下がってきたねこれみたいなだからリタリンはね全然はなんかハマってるやついるって言ってたけどあんなんハマんねえ気がするよね何も楽しくねえっていうかほぼ変わんないよなあんなそれか俺らがやっぱ玉とかやってたからそれと比べるとやっぱ下なのかもしれないけど何もやってない人とかあったらもしかしたらねな楽しいのかなとか思ってたけど であと咳止めのブロンっていうのも有名でさ昔はすごい有名だったなんかシロップでブロンっていうやつがね確かね覚醒剤の,その成分みたいに入ってたのかなで、まあ、中毒になっちゃう人が多かったらしくてで俺大学ん時になんか一生クラブ行ってたやつがいてさでその時 DJ のイベント行こうかっつってで渋谷行って そしたらなんかさ友達が最近ちょっとブロンやっててみたいなで普通にあの咳止めのあんじゃんこの粉,粉薬の,あの袋にあるやつでこれすげえ飲むとお面白いよって言われてで10袋ぐらい俺も飲んだからね <laughs> 10袋でジ,ャスジャスミン茶がいいよっつってなんか逃げーから味濃くてでも十10袋ぐらい飲んで。 でイベント行ってであれもうぼーっとするだけだね楽しくはなかったか全然 DJ のとこ見ても,もこんなあやっべなんかもうクラクラするみたいな楽しくはなかったかな俺はうんで他にねケタミンっていうのも俺が21の時がめっちゃ流行ってたねそれも合法だったんだで象の麻酔薬らしくてで それもテレう流やっててみたいなでで俺のイベント行ってるメンツの人でもやっぱ好きな人いてさもうその人とかなんか鼻にぶっ刺してってやるとワンショット分吸えるみたいな <laughs> のも持ってたねだからしょっちゅう入れてシュッシュッシュッっててッってやってうんで俺もやったことあるけどほんとボーっとするだけだねさっき言ったプロのよりもっとボーっとする感じ だからケタミンだけど俺楽しくねえなって思ったけどなんかね弾とね一緒やるとねめっちゃやばいって言ってた俺の友達なんか K ホールって入るとてやばいよって言っててでどういうの K ホールってって聞いたとしたら「あーああってな,んかなるらしいけど <laughs> 面白かったけど全然分かんなかったよねそれじゃ <laughs> なんか落ちるんじゃない「あああっていう風になるって言ってた うん、だけど俺はもう全然ケタミンははまんなかったかなやっぱ草が一番好きだったからそのおかげで他のに何か行かなかったのかもだからケタミンかなり寒かった方がいいやみたいな、うん、それであとね新宿でスカウトをやってた時にね新宿のスカウト通りってあるんだけどそこ歩いててなんかそしたらなんか露店みたいなやってる人いってさそて渋谷のゴーホードラック売ってるみたいな感じで。 で俺歩いて近づいて行ってそしたらんか種「種売ってたんよでこれなんすか?」って聞いて「じゃゴーホードラック」って言って「でなんかこれ種がそうなんすか?」っつったら「そうそう」って言ってでなんか飲み込んでなんか何粒かあったんそ,それで飲み込んでで胃が気持ち悪くなってきたとしたらそれ入った方がいいっつってそしたら「決まってくるから」って言われてで決まり決まる効果とかちょっと忘れちゃったんだけどでそれ買ってさ 家行ってで俺の後輩いつもやってるやつ呼んでで飲んででそしたらほんと気持ち悪くなってくるのねで気持ち悪くなってきてえこれ以上だったらやばいのかなって思ってゲボ吐いてそしたらなんかほんとすっきりしちゃって何もちょっとさ気持ち悪い方がアブノーマルな感じしてたから決まってんのかなって楽しみだったんだけどゲボ吐いたらね何も普通になったから。 履かないでそのままいやゃよかったとかちょっと後悔したね、うん、だから、まあ、前とかだね俺が20代前半とか、まあ、20, 20歳前後の時っていうのはめっちゃ合法ドラッグがねもう流行ってたしやっぱやってたやつも多かったし簡単に買えたんだけどあと処方箋も今禁止になってたけどその時はガンガンもらえたのとかもいっぱいあったんだけど合法だからマジね 舐めない方がいい方がよ <laughs> し処方箋だからって言ってなんか変えるからって言って、まあ、いっぱいやっちゃうとその後まう、あ、っぽくなっちゃったりとかもするからそういうの、まあ、知り合いが持ってた時は十分注意して自分の身守っていってていくだそれまた次回お会いしましょうストロ